こんにちは、理学療法士の加藤です。理学ボディの新島です。今回の動画ではですね、理学ボディで主催するセミナーのご紹介を、したいと思います。今回セミナーはですね、オンラインとオフラインのセミナーがありまして、まず、オンラインのセミナーの方ですね、加藤さんが開催してくれますので、お話を聞いていきたいと思います。はい、実際どのようなセミナーになるんでしょうか。理学ボディで働きたいっていう理学療法士の方から多く問い合わせをいただくんですが、その中でも中枢の病院でしか働いたことありません、回復期の病院でしか働いたことありません、でも理学ボディって割とこう整形疾患に近い体の悩みを持つ方が多いんで、すごい不安ですっていう声を聞くんですよね。実際2年目で回復期病院しか経験してないスタッフも今すごい活躍はしてます。でこれなんでかって言ったら、3年ぐらいかけて理学ボディの中の社内の教育システムをかなり作り込んできたからで、それによってこう経験が少なくてもしっかり補えるような形でレベルアップ、セラピストとしてレベルアップして自信持ってサービス提供できるように教育物件を作って今までやってきました。具体的には入職前に学習するコンテンツっていうのを用意していて、小テストも全部についてます。研修を受けるまでに基本的な座学の知識がまず筋膜について賄えるようなまずコンテンツがあります。入職後に関しても1週間ごとに業務で忘れやすい項目のマニュアルだったりとか、疾患に対する知識だったりとか、接遇の上手なスタッフのポイントみたいな動画を何を見ればいいかっていうのをもう1ヶ月分全部用意してあるんで、入職後のお客様が予約が入れない時間でも何を学べばいいかっていうのも全部フローチャートとして用意してます。なので入職前入職後っていうのがまずかなり手厚い、何をすればいいかっていうのをロードマップがある状態で学習してもらって現場で入れていきます。さらにそれだけだと、もちろん僕たち技術職なので技術が第一っていうふうに会社の理念としても掲げてます。なので1ヶ月に、平均10回以上職進会を開催してますし、それに対して会社の方から交通費、宿泊費っていうのも支給してます。それがなんかどういう仕組みでやってるかっていうことの説明だったりとか、オフラインで接遇ってなかなか病院で意識したことなかったポイントかなと思うんですけども、まだ伸びしろがあるなっていうスタッフで集まって、実際みんなの接遇をお互い見せ合って、ここはすごいいいとこだねとか、ここはもうちょっとやると伸びるよっていうのをお互いディスカッションするオフラインのコースっていうのも社内向けに作ってますし、理論的な考え方を身につけるコースっていうのも今作ってます。これによってこう問題解決能力も養って、1店舗1スタッフではあるけども、なかなか病院と違って気軽に相談できないっていう悩みがよく聞くんで、でも自分でも解決できるってことが成長するセラピストの近道だなと思うんで、それも会社として用意してます。あとはどうしても社内コンテンツだけになってしまうと、なかなか最新の情報が入ってこなかったりとか、偏った知識になるっていうふうに僕は思っていて、定期的に外部の方をお招きしてセミナーも開催していきます。実際2月の9日には肩関節機能研究会の郷間先生に来ていただいて、肩の基本的なことだったりとか、病院に紹介する基準みたいなところを説明していただきましたし、痛みに関する講師の方だったりとか、腰痛に関する講師の方にも連絡を取っているので、そういう社外セミナーもうちのスタッフだったら無料で受けれるようになってます。こういうところのもう少しこう細かな話とかっていうのを、うちのスタッフがこういう子がいて、こういうコンテンツを使って現場デビューしましたよっていうところを30分程度で軽くキュキュッとまとめて、皆さんがよく思ってる不安っていうところを解消できる会社の教育しプログラムの説明会みたいのをやろうかなっていうふうには思ってます。その日時はどういった形になるんですか。日時は3月1日の金曜日の9時から9時半の間ぐらいで、Zoom で開催しようかなというふうには思ってます。社内のこととか動きって実際入ってみないと分からないところはあると思うんですけども、こう理学ボディに興味があるよとか、今後働いてみたいな気持ちがちょっとお持ちの方は、ぜひですね、今回の加藤さんのセミナーに参加していただいて、ちょっとでもご理学ボディを知っていただけると嬉しいかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。では、次に僕の方で開催するセミナーですね、ご紹介したいと思います。この方からは、オフラインのセミナーのご紹介となります。セミナーの、概要としましては、臨床につなげるための筋膜の理論とアプローチ基礎編という形になっております。実はこのセミナーはですね、1月にも青山筋膜整体理学ボディの店舗を使わせていただいて、郡山店と心斎橋店ですでに開催したものとなっています。その際にですね、違うエリアでも開催してほしいとか、またちょっとこう同じセミナーも続けてほしいという声をいただいたので、ちょっとこう追加の開催となります。場所におきましては、今回2つのエリアで開催を予定しております。まず1つ目のエリアにおいては渋谷となります。渋谷駅から歩いて5分ちょっとのところに我々の研修センターがあるんですよね。そちらで開催をさせていただく予定となっております。こちらが日時の方が3月の2日土曜日ですね、
時間が13時から16時という形の3時間予定しておりまして、定員はマックスで6名の募集を予定しております。2つ目の会場においては大阪の方ですね、大阪にある青山筋膜整体医学ボディの心斎橋店で予定となっております。こちらにおいては2月の24日土曜日、ちょっと直近になってしまうんですけども、時間は渋谷と同じ13時から16時までの3時間。心斎橋の方はですね、ちょっとこう店舗の大きさの関係でちょっと定員が少し少なくなってしまうんですけども、4名の方を募集させていただいております。渋谷の会場と心斎橋の会場ともに料金は無料という形になっております。本当に内容としては、まあ、筋膜の基礎的なもの、機能解剖とか生理学のこととか、もし筋膜に何か問題が生じた際に僕たちの体にもどういった影響があるのかとかっていう基礎的なお話をさせていただいて、加えてこう実技ですね、あの筋膜の触り方っていうところをちょっとこうフォーカスしてやっていきたいと思いますので、筋膜に興味があったり、ちょっとこう理学ボディに興味がある方はですね、ぜひご参加いただけますと幸いです。実際前回って定員マックスで埋まったんですよね。そうですね、マックスで埋まりました。でやっぱり触診も皆さんすごく、まあ、楽しくやったかなとは思うので、まあ、時間結構あっという間に3時間でしたけども過ぎたなというところにもありますので、まあ、今回も同じ形でですね構成させていただいて、開催していきたいと思いますので、参加される方はこう、ね、ちょっと楽しみに配していただけると嬉しいかなと思います。まあ、実技もこうしっかり時間取ってるんで、まあ、筋膜のアプローチってこう座学だったり僕らの動画しか見てないと実際受けた感じとかやる感じがどうなんだろうっていうのが分からないところが、まあ、今回のセミナーに行っていただけると、あ、意外にこれぐらいの圧で触ってるんだとか、そういうのが実際経験できて、よりこう筋膜に対してのこう興味っていうのが深まってもらえるかなと思うんで、ぜひあの筋膜の施術に1ミリでも興味があれば参加していただければなというふうには思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。申し込み方法においてはですね、片さんのセミナーと私のオフラインセミナーですけども、理学ボディの公式 LINE があります。そちらの公式 LINE にまずご登録をいただきまして、登録後はトップ画面にですねセミナー申し込みというフォームがありますので、まずそちらをタップしていただいて、タップ後には先ほどの片さんのセミナーと僕のセミナーが選べるようになっておりますので、ご希望のセミナーをもう一度タップすれば自動で申し込みフォームが届きますので、必要事項を入力いただいて送信していただければと思います。もう一つですね、ちょっと告知にはなってしまうんですけども、理学ボディのですね就職説明会、こちらを Zoom 形式、オンラインの形式でですね開催したいと思っております。2月の29日、曜日が木曜日ですね。でお時間が19時から20時まで1時間という形になるんですけども、こちらも私の方でですね弊社の会社説明というところをご紹介というところと、まあ、加えて、まあ、唐さんのセミナーでも教育の部分とかお話があると思うんですけども、私の方でもちょっとこう教育的なシステムとかを一緒にご紹介させていただきたいと思っておりますので、こちらも先ほどと同じように医学ボディの公式 LINE からセミナー申し込みフォームから選択できるようになっておりますので、就職説明会ご希望の方はそちらからお申し込みをいただければと思います。今回の動画ではオンラインセミナー、オフラインセミナー加えて就職説明会のご紹介となりました。筋膜に興味がある方、医学ボディに興味がある方、お申し込みをいただけますと嬉しいです。医学ボディの公式 LINE はですね動画の概要欄にリンクを添付しておきますので、そちらからご登録いただくようお願いいたします。で一緒に働く熱い仲間を募集しているので、少しでも興味があったらオンラインセミナーもオフラインセミナーもその会社説明会もどれでもいいんで参加していただければなとは思います。一緒に働ける仲間を募集しているのでよろしくお願いします。